尾道坂道書店事件簿、書店事件簿編、わかりにくいが消えていく。とにかくみんなにわかりやすくというスタンスは、出版業界に限らずテレビ新聞なども同じである。テレビの天気予報でおなじみの夜半や宵の口といった言葉は、番組の中でもだんだんと使われなくなっている。わかりやすい天気予報にはふさわしくない言葉なのだ。こうして次第にわかりにくい言葉が日常から消えていく一方で、古くから使われている日本語や国語力を身につけるための本が売れているのは興味深い。大人の国語力が面白いほど身につく話題の達人クラブ編、青春出版社には、実際に話し言葉で使われている言葉は日本語全体の単語の 5% に過ぎないとある。太田光さんと中澤真一さんの共著、憲法9条を世界遺産に、春英写真書に倣って、日本語こそ世界遺産にしてでも残し続けていきたい。国語力を身につけるには日常で使うことこそ一番の方法だと思うのだ。誰でも分かりやすいようにという考えは確かに良いと思うが、いつでもどこでもそれではちょっと困る。映画字幕翻訳家太田直子さんが著書字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ、公文写真書で語る意見に、なるほどと膝を打った。くどくど説明せず、最小限の的確な映像と言葉によってその背後にあるものを読み取ってもらい、総体として見る側の心を動かす。これが映像作品の一つの理想ではないだろうか。そうだ、その通りである。にもかかわらず、字幕に対し、ここがわかりません、あれがわかりません、もっとわかりやすくしてくれないと困りますという要望がしょっちゅうあるそうだ。映画に限らず、小説や詩や絵画や彫刻でも同じことが言えて、受け手が自分なりに何かを感じることができればいいはずで、一つの作品に対し万人が全く同じ理解をする方がよほど不気味だというのが太田直子さんの主張だ。私が歌丸さんなら座布団を5枚ほど差し上げたい。そういえば最近のベストセラー小説はシンプルで感情移入しやすくて、言い換えれば分かりやすい作品が多い。みんなにとって分かりやすいものだらけの世の中は、不気味とは言わないが味気ない。というようなことを考え、少しだけ心配になっている今日この頃なのである。尾道坂道書店事件簿、書店事件簿編、分かりにくいが消えていくでした。児玉健壮さんのエッセイ集尾道坂道書店事件簿は、2009年に本の雑誌社から出版されました。毎月1週目のこの時間にお送りしています。次回もどうぞお楽しみに。ブックアンソロジーは中村歯科クリニックも応援しています。